まだ始まったばっかりなんで、ここからなんとか、立て直していきたいと思います。まあきつかったけど結果出せてよかったです。まあ毎試合まあ頑張ろうと思います。最悪ですが、その中であの最後まで諦めないで戦ってくれたことを本当に誇りに思います。